それでは先攻のスイから客席に向かってシャウトをお願いします。頑張ります。あとなんかあの西のあの四万十っていうかあの大潟から来たんですけど、まあよかったら曲を聴いてほしいです。ただあのクソみたいな曲もあるし、まあいい曲もまあ自分の中ではあるんで、まあそれを探してもらえたらなと思います。イルダウさんとかバシャルさんのあのフォロワー、インスタのフォロワーとかでアカウントが3って多分あの英語で打ったら出てくるんで、よかったら聴いてください。お願いします。お願いします。ぜひチェックしてください。対して高校ラッシュ、もうノリで5万取っていっちゃいたいと思います。ちょっと仕事の知り合いなんでほんまに言うことかわいそうなんでないんですけど、まあ頑張ります。さあそれではビートは先ほどと同じビートで、さあそれでは地元対決がっつりやり合っていただきましょう。第2試合、先攻が3、高校がラッシュ、 DJ はスーパーフルヤ。それでは行きましょう。 Ready?5! やっと出てきたよこのバトル、どんな感じか見に来たよこのバトル。先輩相手でも関係がねえな、限界突破してやるだけだ。ボケが言い過ぎた、ごめんこれは言い過ぎた。泣きそうな面見せてどうしたんだつってな、サングラスでもかけた方がいいんじゃねえか。目が見えなくなるからまあ大丈夫だと思う。いやいや先輩とか後輩関係ねえとし、上下関係なんてぶっ壊していこうぜ。いやマジで特に言うことねえけど、後輩からそんなクソボケとか言われる気なかったよ。まあ適当にビート乗ってこうぜ、お前よりイケてるアップはこっち。まあとりあえずピースフルにやりましょう。なんて、なんて言葉が軽すぎて聞こえないぜ。目が泳いでるわ俺の方、まあこれはしゃあない、だって緊張してるけど俺の音楽作りに来てるから、この場でバイブス上げてよ、この場でこの場でサバイブ。やべ一文字多すぎた、まあ作り変える。うるせえ黙れクソゴケが、お前クソ調子乗ってんじゃねえクソシビ。あれあれどこ行ったスリー君、俺ならしっかりビート上キープ、お前は家でしてろよスリープ。俺ビート乗ってるいい気分、お前よりもぶちかますライブ、いけた曲しっかり持ってきな坊や。もうマジでごめん、もうマジでごめん、言いたないね、言いたくないけどね、すいません。もう一個の人格がね出てきちゃってるんですよね。OK それでは心を鬼にして戦った2人、このバトルしっかりジャッジつけてください。お願いします。先攻3、高校ラッシュ、オーディエンスは高校ラッシュ。それでは先生方お願いします。先攻青、高校赤です。お願いします。ジャッジ、赤青赤2対1で勝者高校ラッシュですが、3にも大きな大きな拍手を。